彼女が電話かかってくると必ず怒られる電話なんで、もう声かけてたんですけど、ね、少しだけ笑って、ね、ちょっとだけ元気出ればいいなと思って作った映画なんで、皆さんがね、こうやって笑ってくれてたら嬉しいと、本当限りです、はい、ありがとうございます。で、なんか、映画、私たちですね、それぞれトークショー別々でやることあるんですけども、一緒でやるのは初めてなので、そうですね、ちょっと緊張してるんですけども、二人で。一緒出ることまずないんでね、あれなんですけど、プロデューサーが出るか監督が出るかってことなんですけど、基本的に僕これ皆さん今日男性もいらっしゃるんであれなんですけど、みんないい格好した偉そうにするか男ってみんなこれを嫌うんです、この映画を、ね、でちゃんと分かってる人は男の人も褒めてくれるんですよね。だから今日の別映画の人は笑っていただけたのかどうかなんです。でこれはでも僕は今男子がね不景気で元気ないから男に対する応援参加でもある映画なんで、その辺と分かっていただけたらと思いますけども、分かっていただけるのないの見終わった後にねそんな説明されてもってあるんですけども、ね、まあなんかこれのね企画した天草の出身の女の子で福田っていうのがいるんですけど、まあ、彼女自身もすごく、まあ、女たちの都って題名がついてるけども、自分のお父さんを元気にしたかったからこの映画を企画したっていう一つエピソードがあって、まあなんか女の人がああやってはちゃめちゃに元気なのっていうのは、まあ、自分のためじゃなくてこう家族のためだったり地域のためだったり、なんかそういう裏があるからああやって女性たちが元気 で監督も取材行った中で映画の中でこう女の人たちが全部下ネタを言うじゃないですか。下ネタを言うのは全部女の人なんですけども、実際それは本当に地元の人たちが言って、そう本当事実ですかね。あれは聞いたことを僕そのまま書いたんで、そうなんです。本当女の人が元気でそういう下ネタも言ってね、最初に永山愛子さんに言われたんですよ。私は長い役者人生でチンコって言ったの初めてだったんで永山さん直接言われました。でだからそういうこともありましたからね。なんかやっぱサービス精神、なんかその監督を喜ばせようと思うサービス精神で女の人たちがそういうことを言うんだなっていうのをすごく感じる土地でしたね。どうなんですかね、長野も女の人が元気なんですけど男の人頑張ってますかね。僕15年20年ぐらい前ですかね、松本の奥にあるハタというスイカが美味しいところで、あそこで1年半ぐらい僕木こりやってまして、ね、でそこにずっと1年半ぐらいずっと住んでまして、それでその当時やってた映画を見てやっぱ映画やりたいなと思って東京に行って、あれだった出身は長野じゃないんですけどね、たまたまその1年半住んで長野ってのすごい大好きでこうやって呼んでもらったのは本当に嬉しいんですけども、彼女も飯田の お母さんおばあちゃん、おばあちゃんが母親の出身が飯田なので、なんかすごく昨日初めて長野市に降り立ったんですけども、素晴らしい場所だなと思いますな本当に。でも今日さっきもご飯食べながら監修さんと話してたんですけど、一番上は新潟県と隣接してるじゃないですか、一番下は静岡県なんですよ、隣接してるのが、すごいなと思って、ね、じゃあ上と下全然違うだろうっていうね県が違うんじゃないかってぐらいすごい長いんだなと思ったって話してたんですけどね。どうですかね、もしよかったらなんかこれ見て聞いてみたいこととかあったらなんかもうポンと言ってくれれば答えますけど、はい、ね。なかなかね。そうです。じゃあ私から。はい、家族と女優さんたちいっぱい出てましたけどどうでしたか。もうそれを聞くな。すごいでしょ。大竹しのぶね。もう大変でした。でもすごいのは。やっぱり一流の俳優さんって、まあ、段取りやるんですね。大体こうやって動きましょうって言ってそれでテストカメラ割りしてテストやって大体一発で OK ですね。やっぱそれはねもう見ててもう僕がもうねこうカメラの横で見てても笑顔になるぐらい面白かったですね。実際もやってて、で親子喧嘩あるじゃないですか、新聞紙をあのシーンでテストの時本番までやらなかったのに最後のテストラストテストってラストテストってのがあって、あの時に急に大竹さんが投げ返したんですよ。あの時それまではクッション娘だけ投げたのに本番であの人大竹さん急に投げて全員ドッカンで NG ですよね。笑ってスタッフが笑って NG だったってね、そういうのもありましたけどね。大竹さん牛壁も上手でしたね。やっぱり一流の女優ってのは耳がいいんでしょうね。耳がやっぱいいからやっぱりあれ脚本は僕は標準語で書くんですけど、その後直してもらって、で天草の人には実際喋ってもらってで録音してそれを渡すんですよね、 CD かなんかで、で聞いて覚えてくるっていうのがあるんですけど、やっぱ全然うまかったですよね。方言が分かんないとこもありましたかね、皆さん。ジャイジャイってのはそうそうってことです。で一番分かんないのはしこってるって、しこってるのはええ格好してるってことです。ええ格好してだからしこっとらん、最後ねしこっとらんでええ格好しないでね笑ってればいいんだっていう、うん、
から東京、まあこちらもそうですけど、しこってるっていうと割と下ネタ風の感じなのであれなんですけど皆さん、あのでもそんなこと言うけど、長野も相当ありますよね。僕も松本住んでたんで、あのね、凍ってるの染みてるとかって言いますよ ね。で、僕は疲れたってのをご指定って覚えてるんですね。あの、まあ松本の方ですけどね、あの、で、なんかね、寂しいとかじゃないんですけど、これはもちろんあんま意味がない、切ねえねってよく言うんですよね、おじいさんですね。そういうのはよくですね。だから皆さん、もうその意味で意味は分かってるんでしょうけど、じゃあ映画ってのは文化ですから、あ、九州ってああいう言葉喋ってああいう風にしてるんだって分かってくれればいいんで、みんなに言われたら字幕出せって、日本だっつる、ここは邦画ですって、ね、すごい字幕はたまに言われて、でも地元の人たちが一番心配してましたね。 こんなに方言出して他の東京とか長野もそうですけども、全国で分かるのかっていうの。でもやっぱ全国の方からは特にその、まあ、多少分かんないとこもあるけども、ニュアンスで分かるみたいなのを。ジェジェジェは入ってもジャイジャイは入りませんからね。テレビってすごいですよね。ジェジェジェからのジャイジャイ。じゃあ、あと監督に、大体天草にはどれぐらい行ってたんですか。あれね、取材、もし滞在した時には1年ぐらいいましたね。やっぱ半年、最初半年取材して、いろんなとこ行って、あのトップシーン、あのタバコの CM じゃなかったでしょ。覚えてます？トップシーン真っ黒でタバコ吸ってる男たちがいっぱい出てくるシーンって、あれは本当にありますから、紳士の会話で。ほんでおじいちゃんたちにポルノ見せて、ポルノね、 AV 見せて元気にしてもらって、本当にある話ですからね。 AV じゃないです、 AV じゃない、ピンク映画ですね。日活ロマンポルノみたいなのがあって、あれも全部本当で、だから映画って全部取材して全部こう構成してこう作るっていうのがあって、だからあの本当ああいうシーンも全部あって、なんか実際あの紳士の会っていう会を定期的にやってるあのデイホームっていうか、あの、そういうのがあったので、あのおじいちゃんおばあちゃんにもう一花咲かせてもらおうっていうのが裏コンセプトにある、なんかそういう面白いところだったので、でそこの人たちに取材した時に、そのさっきの紳士の会っていうのを聞いて、これはすごい面白いっていうので、あの心が元気になるもならんばっていうところにつなげたっていう、ね、それを言ってると中山さんがもう死んだチンコはね、墓場から出されちゃうかになったんですね。そんなも見せて元気にするなっていうね、いやいやそれはダメだろうっていう、そういう話なんですね。すごいですよね。やっぱあの今、まあ、これを長野でも応援してくださってる方がいるんですけども、その人も大分出身の人で、まあ、九州、長野もそういう言葉があるかどうかわかんないんですけども、熊本だと女の人のことを肥後の毛布って言ったり、なんか福岡だとなんとか工場とか、なんか結構その女の人に、そのすごい強い女の人っていう名前で固有名詞があるんですよね。だからやっぱ九州の女性ってなんかもう爆発的になんかこう元気の源があるんだろうなって。だから一緒なのじゃなくて、簡単に男はみんな、あの僕ら取材した人ってあの天草さんに言う人たちって全員長男なんですね。家を守んなきゃいけないから、大学4年出てチヤホヤされて育って、大学4年行って遊ぶだけ遊んで帰ってきて、またみんなお母さんが何かみんなに大切されると、だからああなるんです。だからどうか分からないです。でもだから基本的にこうなるっていうのはありますよね。風土的なのともんどあると思うんですけど、長野寒いですね。そこ見たらね、なんか松田美幸さんとはなんかなかったんですか、エピソードね。あのスナックのシーンとかありますよね。あの松田美幸さんがあの35度って意味がわからないんですけど、あれ松田さんの最初の脚本の時に松田さんのシーンがなかったんですよね。あれは松田さんは自分もちょっと出たいと言ってくるわけですよ。で監督こういう案があるんですけどと思ってくるんですね。こんなもんどこに入れんねんと思いながらちゃんとなって、そしたらうまくハマったんで やったんですけどね。あ、不思議だな。だから俳優って自分のことはよく考えてるんだなと思いましたけどね。やっぱ一流の女優さんたちで、あれ、トムさんたちはどうだったんですか。あのね、トムさんね、あのギャグやってるじゃないですか。あの、まあ、インしてるパジャマと上下別とか、それは衣装合わせで話するわけですよね。で、トムさんはあの、段取りやってテストやってる時に僕のとこ来るんですね。監督、ここは笑いいるの。いや、いらないだろ、これは真剣なシーンでっていうね。だってで必ず来てて、で、いるって言うとあの軽トラ演奏させたの、あのアドリブなんですよね。だからあれでパッとやってくれたとかね、そういうの面白かったですけどね。でただであの新聞紙を広げるところは絶対娘が嫌がることをやろうと二人で話して、うっとお父さんうっとうしいなって思われることをしようって言って考えたのが、だから一番簡単だけど一番うっとうしいことをしようと思ったのがあれなんですよね。だからね、あれはトムさんの案なんだ。いやいや、あれは二人で、あの、そうなんですか。トムさんが最初言ってきたのはもう却下したんで、もうわざとらしいからとかあったよね。どんなことだったんですか。
え、それもう覚えてない、なんかね、1個あったんだけど、これはいくらでも新しいでしょって言ったんですけど、もっと分かりやすくやりましょうっていう話で、そうですね。あと、あの、こう、肋骨が折れる。ああ、そう、あれはね、あれはトムさんなんですね。あそこではトムさんが、あの、僕はあそこ、すごいいいシーンが、あの、ゆみえちゃんグッときたと、あの、市役所の後に、ゆみえちゃんがあんなことしたから、すごいグッときたっていう、こういうのがあったのに、トムさんが、あの、で、あの、だんだん大きくなるじゃないですか。ね、切るやつがね、あれは、あれは僕が考えたんですけど、その後、挟むのは考えられませんでしたね。トムさんが急にアドリブで、骨盤折れるって、もうみんな終わらせてましたけどね。でもなんか聞いたら、実際にそういう事件はある。あ、そうなんですか。骨折った人めっちゃ、なんか建築の人、電気会社の人が見て、あれをなんで知ってるんだって言われました。ああ、そうなんですか。あだから、面白かったですけどね、あれね、あれも、だから自分でね、本書いて、撮って、編集して、こう音楽つけてこう見てるんですけど、割と自分で言うのは変ですけど、割と飽きない映画にはできたなと思ったんですね。だから、明日も来てください。ぜひですね、皆さんにこうどんどん広めていただきたいなと思ってるんですけど。あと何でしたっけ？何ですかね。あと、何がいいかな。なんか聞きたいこととかあったら何でも。はい、はい、どうぞ。素晴らしいキャスティングなんですけど、うん、あの決めるときにどんなかところをあの重点を置いて、あの女優さんとか俳優さん決められたんですか？あのね、あの書いてるときにね、あの第1項ってね、脚本が第1項できたときにやっぱ話すんですよ、2人で。こんな人がいいとか、あんな人がいいとかってね、じゃあ全部行ってみようって言ってくれたのね。まだ全部空いてた。あ、大竹さん決まったんですよ。大竹さんも大竹さんと思って書いたし、松並さんはあのね、お姉さんがそれ当て書きで、絶対皆さん、あの大竹しのぶの旦那にブラザートムって思わないじゃないですか、まずね。それと遠藤健一がマザコンやってないじゃないですか、今まで。遠藤健一も最初からマザコンあの人を持って書いてたんですよ、僕もね。で、全部話、2人で話して、全部交渉したら全部同意は書いてたんですよね。だからこれ、相手の方はね、それは無理だもんね、いくらお金積んだってなんて、お金なんか積んでないですからね、ものすごい安いって出てくれてるんで、すごい安く出てくれてる。本当、奇跡のキャスティングなんでね。で、あの中村ゆうじさんの役がなかなか決まらなくて、ハゲハゲって言われてないですか、ね、嫌がる人も多いんですよね。だからあんなこと役者なんでもやれようと思ったんですけど、でも最後中村さんも喜んで引き受けてくれたんで、で中村さんはね、実際できた時見た時に、あの本当僕が出た映画の中で一番面白いって言ってくれたんですよね。そう、涙を流しながら、そう、涙を流しながら、ちょっと感激しましたけどね。で、あとみんな、あのみんなよく泣く泣くって言うんですけど、笑わすために作ったんで、あの皆さん、他の人に紹介するときは泣きますよと言わないですよ、笑いますよと言ってくださいね。いいですか、こんなんで。大丈夫ですか。お金なんじゃないですか。はい、あのタイトルがずっと最後に出てましたよね、はい、意味合いはどういうことで。あそこから始めようと思ったんですよ。違う。もう入れるとこなかったのでね、練習やってて、もうあのよくね、アメリカ以外だと間違いなく最初ね、車バーって走ってる間に全部出すじゃないですか。まあ、ああいうことしたくなかったっていうのだと、もう入ったのそのまま行ってほしいっていうのが僕の中であったんで、まあ、あの基本的に僕せっかちなんで、カットも早かったでしょ、ね、あっという間に終わり、あっという間に終わる映画を作りたかったんで、僕は、ね、まあ、でもあの最後に出たのは、実は女たちの都だったみたいな、そういうあの男がこう偉そうにしてる地域だけども、実は女たちの都なんですよってことを言ってほしかったですね、監督にはね。俺立場ないのね。言ってほしかったですね、はい、本当に、はい、ありがとうございました、はい、他になんかないですか。はい、なんか地元 の, あの人たちすごい協力すごいされたと思うんですけど、どんな感じだったのかなと。あ、もう地元、まあ、もう ある程度もう資金集めからも含めて企画から全部地元の人たちとやったってところがあるので、もうそれこそその資金集めとかこう体制作りとかがもうまさにこの映画に近い、まさに女たちの都だったなっていうふうに思うんですけど、やっぱ女性がすごい頑張ってくれましたね。あのやっぱりあのこんな、まあ、男性が多い中言うのはあれなんですけど、できない理由とやれない理由をやらない理由をこうザーッと述べるのは男性だったんですよ。で、女の人は大竹しのぶが何月何日にも来るんだから、それに向かって動かないとダメでしょって言ってこう動いてくれるのが女性だったっていうのはあるんですけど、ぜひ あのあなたがね集めて男たちの都を作りましょう。監督やりますよ。何の営業なんですか。それでなんかすごい炊き出しとか、それこそ住むところもう、や宿、本当宿がないんですよ、渋川って。なので空き家、とにかく山ほどある空き家をきれいに掃除してもらって、田舎ってこちらもそうかもしれないですけど、皆さんに布団がいっぱいあるんですよね。で、布団をみんな集めてですね、そういった
ことも全部地元の人たちがやってくれて、で一番私たちも感謝したんですけども、女優さんたちとか俳優さんたちがすごく感謝してくれて、その撮影中に1日2時間だけですねコンサートをやったんですよ、地元の人たちに。あのキャスですね、あのキャス全員出て、大竹さんも酔いと負けの歌を涙を流しながらこう歌ったりとかですね、文化のない地域なのでこういう文化があるんだよってことを教えてあげたいとかっていうのと、あとお礼の意味を込めて、200、300人ぐらいかな呼んでコンサートやったら、それはすごい喜んでましたね。その後はもっと協力的になりましたよね、人間って笑うと協力してくれるんだなと思いましたけどね、あんなにね盛り上がったのはないでしょうね、牛深いインラスベガスってわけだから言ってましたけどね。そうなんです、牛深いインラスベガスってやってました。もうあれです、はい、あ、どうぞ、はい、はい、どうぞ、はい、違います。あれは天草の一人の女の子が、僕が映画学校をやってたあの学校に入学してきたの。その子が天草の映画作りたいって入学して1年間勉強して、最後に僕のところに企画書を持ってきた。で、彼女とその子と3人でもう自腹で天草行ったの、取材しに。そこが始まりですね。また観光協会がですね、そうすごい協力的だったので、だから一人の女の子の情熱出てきた映画なんで、それはやっぱりだから何かをやろうって言わない限りは絶対何もできないんだって、家で一人で何もしてなかったらそれは無理なんだなっていうところはありますよね。はい、じゃあ最後に、はい、どうぞ。私ね、天草出身なんですよ。あ、そうなんですか。それで、ちょうど旅行してたら、和気おけが来るとか言って、そういう、内向ちょうどね、私は戻れるんですけど、後ろ側の方にちょっと遊びに行ったら、そういうのをお店に置いてありました。それで、今お聞きしたら、天草の人っておっしゃったんですけど、天草も、ね、いろんな町あるんですけど、なんで内向を選ばれたんですか？ロケーションがいいからです。上天草の方は全然ロケーションが良くないんですで、あそこの町は昔は市だったんですけど、あそこの撮影してるとこだけに町もあり、飲み屋もあり、漁師もいい、農業もあり、公園もあり、全部あそこだけあるんです。すごい狭い。そう、狭いんです。だからあれほど映画的な町はないですよね、よく言ってるんです。で、美しいですし、だからあれほど映画的で、もうセットみたいなもんじゃないですか。そこにしかないんですから、生活する場が。これはもう本当映画的な町でしたね。で、僕は日本一美しい村だって言ってる、教会のあった先っていうんですよ。あれはぜひ一度見るべき価値のある美しい村なんで行ってもらえればと思いますね。僕はだからあれ大好きなんです。で、一つあれなんですけど、あそこの教会の前で遠藤憲一が置いていかれるシーンがあるんですけど、あれね、教会だったら金をいっぱいカン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 ってカーンって鳴らしてるんですよ、一回だけ。あなたの負けっていう意味なんです。よろしくお願いします。